自家製チーズケーキと合わせて食べると酸味と甘味が噛み合って絶妙な美味しさになります。ブルーベリーのラビット IK は団地での栽培に向いており、甘味系で育てやすいと言われています。この鉢植えは3年前に挿し木をしたもので、品名はウッタードです。ラビットアイ系は実が熟す前にウサギの目のように赤くなります。この鉢植えは4年前に挿し木をしたもので、品名はテイフブルーです。完熟米は酸味がありますが、完熟した果実は糖度が高く最高に美味しいです。この鉢植えは1年前に挿し木をしたもので、3月に植え替えました。品名はウッタードです。この鉢植えは6月初旬に挿し木をしたもので1ヶ月経過しました。品名はテイフブルーです。ラビットアイ系は樹勢が強く育てやすいため、収穫量も多く、果実は濃厚な味わいを持ちます。7月から8月が収穫時期になります。ウッタードは初期に成熟した果実は甘酸っぱいですが、樹上で完熟すると大粒で濃厚な甘さとなり美味しいです。これから挿し木のやり方を紹介します。春から元気よく伸びた枝を切っていきます。枝の先端は柔らかいのでカットします。切断した枝は10センチぐらいにカットしていきます。刺し穂を10センチぐらいにカットした後、葉を2、3枚残し、葉が大きい場合はカットして半分ぐらいの大きさにします。約2時間ぐらい水につけておきます。刺し穂の根元は片側1センチ、反対側は0.7 センチぐらいにカットしました。刺し穂の半分ぐらいの長さの穴を開けていきます。用土はピートモス 50%、 鹿沼土 40%、 堆肥 10% で配合しました。刺し穂の長さの半分ぐらいを刺していきます。刺し込み後、土を押さえながら刺し穂をしっかり固定させます。
刺し終わったら換水をしておきます。ポリ袋と刺し穂が接触しないように支柱でガードします。風通しの良い場所で2ヶ月間ぐらい管理していきます。